こんにちは、レンティオチャンネルです。家電レビューのプロ、レンティオ編集部が髪が傷まないヘアアイロンの選び方とおすすめ商品をご紹介します。なお、ヘアアイロンはレンタル、サブスクで使うこともできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。髪が傷まないヘアアイロンの選び方のポイントは3つ。1つ目のポイントはプレートの素材です。髪に直接当たるプレートは傷まないヘアアイロンを選ぶ上で重要なポイントです。ヘアアイロンによく使われる素材を紹介します。テフロンは摩擦が少ないため髪への負担を軽減しながらセットができます。電源を入れてから温まるまでのスピードも速いので、忙しい朝の強い味方となるでしょう。テフロンはリーズナブルな商品に使われることが多いため、なるべく予算を抑えたい方におすすめです。セラミックは温まりやすく冷めにくい性質の素材です。コスパは良いものの、摩擦が多いため、プレートを何回も当てると髪が傷みやすくなってしまうので気をつけましょう。チタンは髪へのダメージが少ないのが特徴です。スムーズに温まる上、耐久性にも優れており、プレートの表面が綺麗に保てるのも魅力です。価格はやや高めですが、お気に入りの1台を探しているという方にぴったりです。軽い素材のアルミニウムは携帯タイプのアイロンに採用されることが多い素材です。熱伝導性に優れており、価格もリーズナブルなものが多いので、旅行用の予備としてもおすすめです。髪が傷まないヘアアイロンの選び方、2つ目のポイントは温度調節機能です。髪への負担を減らす上で重要なのが温度調節機能です。低温だと髪は傷みにくいですが、うまくセットが決まらず、繰り返し同じ場所に当てることで傷む可能性があります。一方で、高温でずっと使っていると髪への負担が大きくなります。低温、高温、どちらにもリスクがあるため、温度調節機能によって髪質や場所に合うベストな温度を見つけることが大切です。髪が傷まないヘアアイロンの選び方、3つ目のポイントはヘアケア機能です。ヘアアイロンの中には髪を守るためのヘアケア機能が備わっているものもあります。代表的な機能を3つ紹介します。マイナスイオンには静電気を抑える効果があります。静電気を抑えることでキューティクルを保護し、髪の広がりを抑えることができます。ミストやスチームの機能では水蒸気を発生させることで静電気や髪の摩擦を抑えることが期待できます。また髪に水分を与えることでしっとりと仕上がるので、髪のパサつきに悩んでいる方におすすめです。遠赤外線で加熱すると熱の表面温度だけではなく、内部まで効率よく熱を届けることができ、表面のダメージを抑える効果が期待できます。それではおすすめのヘアアイロンを6つご紹介します。パナソニックストレートアイロンナノケア EH-HN50 はしっとりとまとまり感のあるツヤ髪に仕上がるのが特徴のヘアアイロンです。プレートが上下左右に動くことで、どの角度で挟んでも髪にしっかりフィットするので、熱ダメージを抑えながらストレートにできます。また温まるのが早いので、忙しい朝でもストレスなく使えるのも嬉しいポイントです。毎日のスタイリングにヘアアイロンは欠かせないという方におすすめです。リファビューテックストレートアイロンはカーボンレイヤープレートと素早い立ち上がりが特徴です。カーボンレイヤープレートは高密度炭素、ヒーター、低反発コートの3層構造により、髪へのダメージを抑えつつツヤ感を実現します。さらに素早い温度調節も特徴で、140度には40秒、220度には70秒で到達できるのも嬉しいポイントです。ヘアビューロン 27D プラスストレートはプレート部分の専用セラミックスが特徴のヘアアイロンです。髪へのダメージ軽減を徹底し、柔らかくまとまりのある仕上がりを実現、ダメージや乾燥が気になる方にもおすすめです。また摩擦が少ないので、プレートに髪が引っかかることによるストレスを緩和できます。ヘアアイロンの中でもトップクラスの価格帯ですが、傷みにくいヘアアイロンを探している方にはぜひ一度試してほしいヘアアイロンです。ヤーマンスムースアイロンフォトイオンはトリプルヒーターとうるおいロックが特徴です。トリプルヒーターにより効率よく熱を伝えるため、髪に優しくなっています。またうるおいロックと呼ばれる低温でのスタイリングで髪の水分蒸発を防いで、カラーの退色も抑えられます。360度回転コードや開閉ロックなどの設計で保管のしやすさも魅力です。キヌージョストレートアイロンは髪のダメージを抑える独自のシルクプレートが特徴です。220度でも水を弾かないプレートで、髪が傷む原因の水蒸気爆発を抑えます。
手先のパサつきや沈振を抑えて長時間続くキープ力も魅力です。温度を一目で確認できるデジタル液晶ディスプレイや自動電源オフ機能も搭載されていて使いやすい一台です。アドストプレミアム DS2 ストレートアイロンはバイコート S2 コーティングと3種類の出力モードが特徴のヘアアイロンです。密度の高いバイコート S2 コーティングは毛髪のねじりを整え、癖のある髪もしっとりまとめられます。またストレートだけではなく外はめ、波巻きなどがカールのアレンジがしやすいのも嬉しいポイントです。ローマル、パワー、ダメージの3種類の出力モードから髪のコンディションに合わせてセレクトできるので安心して使えるヘアアイロンです。今回は髪が傷まないヘアアイロンの選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービス連休ではいろいろなヘアアイロンをレンタルすることができますので、ぜひチェックしてみてください。また連休チャンネルでは今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。